はい、どうも、もちょくれいです。プロスペースやっていきましょう。というわけで、今回なんですけれども、来たる最強決定戦に向けて、めちゃめちゃ重要な称号チャレンジ会やっていきたいと思います。こちらでございます。はい、というわけで、最強決定戦に向けての動画は、ミキサーがね、今のところ非常に多かったかなというふうに思うんですが、まあ、そのミキサーやガチャやらで、引き当てた選手たちの育成が徐々に終わり始めまして、やっとね、称号がつけられるところまで来ております。今ちょっと育成中の選手が、エキサイティングプレイヤーの森選手、糸井選手やったりとか、あとは一応可能性として使う可能性がある松田選手とか、あとは、則本選手とかですね、あとは、ミキサーでやっと手に入れられた澤手選手あたりの育成をしているんですが、まず今回ね、称号つけていく選手たちのお話をねしていこうかなというふうに思います。はい、いや今回は本当にめちゃめちゃ大事な称号会になるんですが、まず1人目福留孝介選手でございます。はい、福留選手に関しては A ランクがレベルマックス3枚、 S ランクがレベルマックス1枚という形で持っております。プラス A ランクのレベルが上がりきってないのが1枚あるので、今回、この4枚でできなければまた持ち越しでやっていくという感じになるかなと思います。はい、で、続いてロペス選手ですね。はい、ロペス選手に関しても A ランクが2枚で S ランクが1枚という状態でございます。ロペスに関しても、ミートパワーの同値を狙っていきますと。で、続いてここもめちゃめちゃ重要ですね。はい、中日の大野翔太選手ですね。ここに関しても、ミート型に変更、もしくはパワー型に変更、それか一番理想なのはミートパワー総力の3同値ですね、トリプル同値、スーパー同値が一番理想的な形ではあるんですが、まあ、その辺の称号チャレンジをやっていきたいなというふうに思っております。今回逆に何だろう、この選手を捨てというか、ある種極秘書集めでやれるって選手がそんなに多分今回は多くないはずとか、もはやいないレベルだと思うので、もう今回本当に最初からいきなりね、本題の選手たちをやっていくという感じでございます。則本選手に関してもまだ2800のものに関しては育成が終わってないので、その辺が終わったらまた称号チャレンジという感じかなと思います。はい、で、今現状のリーグオーダーがですね、リーグオーダーというか将来的なオーダーですね、将来的に最強決定戦で戦おうと思っているオーダーが一応こっちが理想かな。あ、違うな、こっちじゃないな、こっちですね、失礼しました、こっちです。はい、今のところはこっちで考えてます。はい、中日大野選手が2800で入ってくると、で福留選手も2800で入ってきてっていう感じですね。はい、で TS、 前回の TS の新井選手とかが入ってくる感じになるかなというふうには思うんですが、あとは一応ここにまだね、迷っておりますが、岩崎選手のエキサイティングプレイヤーが来る可能性が一番高いというふうに思っております。ただいろんな選択肢がね、この称号チャレンジによって生まれるかなというふうに思っておりまして、まあ、エキサイティングプレイヤーの可能性に関しては、まあ、やっぱり一番は岩崎選手が高いんですが、まあ、どうしても他にもね取りたい選手がたくさんいまして、というのも、まあ、今回この大野選手の同値チャレンジとかミートパワー型のチャレンジが決まらなければ、すで、にミート型になっている森友哉選手ですね。森友哉選手はどこに行った、森友哉選手のエキサイティングプレイヤーをキャッチャーで使う可能性も出てくるかなというふうには思っております。あとは、一応パワー型のキャッチャーで2800で言うと戸柱選手を持ってるんですよね、DeNA の戸柱選手、はい、こちらでございます。70になっておりますので、まあ、パワー型で使えるかなというところですね。まあ、継承もちろんしっかりやる形にはなりますが、パワー型としてはコンボの部分では問題ないかなというふうには思います。ただミートパワーの同値に、なることができれば、3同値になることができれば、この大野選手に関してはやっぱりナンバーワンキャッチャーになるかなというふうには思います。星能力を見ていってもね、キャッチャーが B なので、まあ、森選手と戸柱選手に比べてやっぱりキャッチャー能力が高いというふうに思いますので、この大野選手をできる限りは使っていきたい。そのためにはミートパワーの同値、ここはやっぱり必須になってくるかなというところでございます。で今現状は、こちらですね。はい、まあ、超変幻が一旦消えてしまってはいるんですが、超大胆不敵ですね、パワー型のコンボは出ております。で周到精密、超周到精密のために1人足りないんですよね。ミート型が1人足りないというところで、まあ、やっぱりね、ここロペス選手のミート型、ミートパワー同値チャレンジが一番必須かなというふうには思います。そして、まあ、大野選手も一番は多分ミート型が理想ではあるのかなというふうには思います。まあ、一番はミートパワーのどっちですけど、ミートとパワーのどちらかというと、まあ、ミートの方が理想なのかなというふうには思います。ただちょっとそこは本当に考えないといけないので、今回もしかしたら2回チャンスありますけど、1回しかやらない可能性もあるかなと大野選手に関しては思ってます。ここ本当に重要ポイントになりそうなんで、ちょっと1回いろいろ考えながら、まずは1回取り付けると。でこの金本選手のところなんですけど、まあ、糸井選手を育成している理由として、まあ、一応ね、2800すでに持ってはいるんですが、こっちを使うっていう選択肢ももちろんあるわけですよね。どうせ糸井選手を使うなら絶対こっちを入れた方が、まあ、この、なんだっけ、熱狂の渦っていうコンボもありますし、あと特能のね、ここ、はい、熱狂っていうところをつけられれば、まあ、非常に素晴らしい、効果を発揮しますので、この辺を入れていきたいと。ただそうなると、
パワー型がまた今度1人足りなくなって大胆も消えちゃうとなると、じゃあやっぱこの王の選手がミートパワーの同値になれば全て解決だよねっていうお話なんですよね。まあ、あとは福留選手のミートパワー同値、この辺やっぱりこの3名ですね、この3名が今回本当に大きな意味をなすかなというふうに思います。まあ、あと今後またね称号チャレンジやっていく選手もたくさんいるんですが、まあその辺はまたその時おいおいお話ししておこうかなというところではございます。はい、いや今回本当に最強決定戦に向けて大事な回になると思いますが、お付き合いいただければ嬉しいです。さあ、じゃあまず誰からいこうかな。まあまずは福留選手かな。福留選手からいきましょうか。枚数もありますしね。福留選手に関してはミートがプラス4状態になっていますので、まあ要はこれですね。はい、ミートマイナス1パワープラス3のミスターフルスイング1点狙いでございます。いやこれ本当にきついんですよね。過去で言うと DNA のローズ選手とか、あとは誰だったかな、誰かもミスターフルスイングで確か同値だったんだ。駒田選手かな、駒田選手とかも多分ミート、そうですね、多分これでミスターフルスイングで多分同値になるような形だったと思うんですけど、うん、この辺でね狙いに行ってなかなか外してっていう感じだったんですが、この福留選手でミスターフルスイングが決まれば非常に大きいかなというところでございます。やっていきます。まあミスターフルスイングは要は星2なので、まあ結局これもね星2の確率だけを考えれば1枚仕様が一番いい形にはなるんですが、勝利の視野まで含めて考えると、まあ、星3を上げた方がいいのかなとかっていう感じにもなってくるんですが、まあ 35% 勝負でいきましょうか。とりあえずまず1枚かな。まあ強心臓でもいっちゃいいんだよね。うん、ただそれ以外は本当に強心臓勝利の下ミスターフルスイング以外はもうほぼ全く持って意味がないので、もういきましょう。とりあえずまず1枚でいきます。いやーこれマジ大事な勝負、いきましょう。さあ一発で来てくれてもいいよ。去年も称号はつけたんですがミスターフルスイングはつきませんでした。頼む、1回目。おーおお、強心臓、まあまあ最低ラインだな。最低ライン、いきなり最低ラインクリア。オッケーオッケーオッケー、これ大きいな、これ大きい。まあまあまあ、最低ラインですね。最低ラインはクリア。そうしたらもう、上に行ってもいい気がするけどな。この称号確率も、結局先に星にレアリティというか、星1から、星1が何パーセントってなってるじゃないですか。星1 20%、星2 30%、星3 30% っていう感じになってますけど、まずじゃあ、福留選手称号チャレンジします。はいってなって、星2が先に決まってから、その中で抽選されてるのか、それとももうこの全体の中から抽選されてるのかが全くわかんないんで、どっちがいいのかな。まあでもそんなに極意書も余裕ないことを考えたら、まあもう一回1枚かな。もう一回1枚でいきましょうか。いやミスターフルスイングついたらめっちゃ熱いんだけどな、頼む。ただまあ強心臓ついたことによって本当に今現状は楽になりました。さあ頼む、ミスターフルスイング。あー圧倒的なミート力、それは違うな。星にはついたんですけどね、残念。ただまあここは強心臓でいきましょう。まあ本当はねミスターフルスイングの確率を上げるためには星2を残した方がいいと思うんですが、いやとりあえず今回一旦福留選手はここでラストかな。いやーまあそう簡単には決まらないっすよね、そう簡単には決まらない。2枚でいきましょう。最後は2枚でいきます。お願いします。さあ頼む、ミスターフルスイング、もしくは勝利の下、ミスターフルスイング勝利の下、ミスターフルスイング。あー星3以上来た、超人。違うんだよな、星3以上来ちゃった時点でもう勝利の下以外いらなくなっちゃうんで、あー残念。ということで、まあ、とりあえず強心臓ですね。福留選手に関しては強心臓。はい。ただ、まあ、一応まだですね、A ランクも1枚あるのと、まあ、S ランクは最後の最後にぶち込もうかなというふうに思います。もしやるとしたらね。はい。で、じゃあ、ロペスかな。次はロペス行きましょうか。ロペス選手行きます。A ランクは2枚あります。ロペス選手に関しては、筒香選手と同じパターンですね。はい。能力がこんな感じでございます。ミートとパワーが3違いですね。なので、まあ、称号としては、ミートがプラス3上がるものの高級筆打、もしくは、打撃職人っていう形になるかなと思います。はい、それ以外だと、変わってきちゃうと、話が変わってきちゃうという形になりますので、とは言っても一応ロペス選手に関してはミート A にすることにもまず意味があって、で、まあ、最悪ミート型になっちゃったとしても、まあ、そこはなんとかできるかなっていう感じではあると思ってるんですよね。まあ、純正的にもミート型の方が良かったりもするんで、まあ、1万はもちろんミートパワーは同値ですけど、あーどうしよう。そうなるとミートはこれロペスは79か、まあ79だったら星1も含めて狙いに行ってもいいか。とりあえずミートを最低でも1上げたいんですよね。ミート自慢とかでもいいから最悪って考えていくと、まあいやでもなー、星4とか含めてでもいいんですよね正直。まあとりあえず1枚なしでいきますか。1枚何もなしでいこう。
1番何もなしで打撃職人も含めて狙いに行きます。強心臓も含めて狙いに行きます。さあお願いします。ロペス、いやロペスも同値決めたいな。ベストナイトタイトルホルダーに関しては確か決まってたはずなんで。さあ大砲、これミート上がんないでしょ。うわ最悪だ、最悪なパターン、これは全く持って意味がない。うわーマジか、やってしまいましたね。これはこれは最悪だ。そしたらまあこれだな、これでいった方がいいっすね。これでいきましょう。いや頼むぞマジで、ロペスのミート A は最低クリアしたい。ロペスのミート A は最低クリアしたい。いきます、頼む。これは正直かなり賭けです。いきましょう。極意書もそんなに使いたくないところでありますが、ロペスには全力と決めている。さあ頼む、高級室だ、高級室だ。アンダ製造機、これミート型になっちゃうんじゃない。あーまあ OK ですね、とりあえず OKOK、OK OK、まあまあ悪くはなかった。 OKOKOK、 うん、まあ最低限はクリアかなというところでございます。はい、82-83で、まあ、ミートパワー A になったのでまあ OK です。はい OKOK、 まあここは問題ないかなという形です。単純に強くなりましたね、素晴らしい。 OK です。はいで、じゃあ大野選手ですね、問題の大野選手です。いやこの流れちょっときついな、この流れなんかあんま決まる気がしないけど、とりあえずやっぱり一番欲しいところは大野選手の場合はミートプラス2パワープラス2という、まあ、かなり難易度の高い星4の称号になりますね。星4のこれです、驚異のスラッガーです。これがつくとめちゃめちゃ強い、うん、まあ、もしくは打撃を極めし者、あ、ダメだ、打撃を極めし者もダメだ、電光石火もダメだ、この2つダメなんですよね。総力が上がっちゃった時点でもうジ・エンドなんで、そうかそうかそうか、まあ本当はね最終的にミートパワーどっちかに絞ってあげに行く方がいいと思うんですけど、まあそうも言ってらんないんで、もう全力ですね、これはこれは全力で行くしかない。星4の確率が一番高いこれかな、これで行きましょうか。いやー正直怖いっていうかもったいない気がしてならないけど、まあ極意書使いましょう今回は。お願いします、頼む、マジで頼むぞ、今日のスラッガー来てくれ、頼む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 、本当に頼む。さあお願いします、大野選手の大事な称号チャレンジ。さあ何が来るか、電光石火、うわちょっと最悪だ、これ一番最悪なパターンだ。うーわー、もうこれはもう一回やるしかないですね、このままこのままもう一回やります。うわー星4はついたんだけども、総力が上がるやつが来てしまった。ただこれによって星4の中でも確率が、脅威のスラッガー率が上がったので、星4を引ければ4分の1か。いや頼むぞマジで頼む、電光石火と打撃を極めし者はダメなんですよね。だからまあ星4を引ければとりあえず3個、アンダ製造機、バズーカ、脅威のスラッガー、このどれかが来れば OK。 いや頼む、とりあえず総力型はまず脱却したい、とりあえず総力型脱却を目指します。いやー怖いなーこれ。いやー極意書かなり減りましたが、いきましょう、まあ、また受け取れば大丈夫なんで、いきます。今回とりあえず多分これがラストになります。頼むマジで頼むぞ、ラストいきましょう、お願いします。さあ頼む、決まってくれ、脅威のスラッガー、脅威のスラッガー、脅威のスラッガー、星音星音超人、いや待って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 、うーわ最悪だこれは、最悪、いやマジか、こうなったら大野選手は使えない可能性がありますね。うーわーマジか、いやーこうも決まらないものか。うーわー総力が上がるものに関しては絶対ついちゃいけなかったんですよね、このシチュエーション。うわー最悪だ、まあ、とりあえず電光石火つけて星4の確率は上げておきますけど、うーわーこれはきつい、これきついな。とりあえずロペスのミート A は非常に大きかったんですけど、結局同値は誕生せずか。いやきつ、最悪誰かしら一人でも同値になってくれればザマン万歳だななんていうふうに思ってた部分もあったんですけど、うわこうなると糸井選手はさすがに使えない可能性が高いな。超大胆は出てるで、アンダ製造機、ここに関しては、まあ、一応このオーダーでいくなら金本選手もミート A に乗るので、まあ、それでなんとかクリア、もしくは角中選手の称号チャレンジでなんとか乗せたい、あと新井さんかっていうところにはなるんですけど、いやでもこれきつ、めっちゃきつい結果になりましたね。あー大野選手のこの結果が一番痛い。そうなるとうわー計画変わってくるな、こうした方がいいかな。森選手入れて
ミート型になったでしょ。ミート型とパワー型どっちも出て、で金本選手のところに、いやちょっと待てよ、これマジ難しくなってきたな。いや本当はやっぱキャッチャーのところにミートパワー同時で大野選手が入れられるのが一番理想なんですけど、ただでもそうなってくると、じゃあ田村選手っていう選択肢もね、キャッチャーは出てくるんですよね、ロッテの田村選手。ただまあ持ってはないんで取りに行かないといけない。取りに行くって言ってもミキサーしかないんで、もうだいぶ厳しいですけど、しかも限界突破もできないし、まあもしくはこの松井稼頭央選手のミート型チャレンジですね。これもだいぶきついんですけどね。うわーちょっと待って、めっちゃこれは計画通りにはなかなか行かせてもらえない形になりましたね。まあスピリッツをもちろん下げれば、もちろん下げればですよ、下げれば確かにどうにでもなる部分ではあるんですよね。例えばですけど、そうだな、金本選手のところに誰だろうな、まあ伊藤選手いるじゃないですか。伊藤選手を入れたとして、まあ一旦こっち入れますか。こっち入れて、これだと超大胆が消えたんですよね。で例えばここに角中選手のところにスピリッツは100下がりますけど、鈴木大地選手を入れれば一応パワー型も復活というところとか、まあできたりはするので、まあ、コンボだけを考えるのであれば確かにできないこともないぐらいなんですけど、うーわでもきつい結果になりましたねこれ本当に。いやーなるほど、まあ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 、まあ、そんな簡単にねうまくはいかないよというところでございましたけれども、まあちょっと引き続きまた称号チャレンジに関してはいろいろ考えながらやっていきましょう。またちょっとね、まあ、称号チャレンジのための A ランクミキサーなんかもやる必要が出てくるかもしれないので、ちょっとそこはまた、おいおいやっていきたいと思います。はい、うわーでも本当に今回はなかなか厳しい結果になりましたが、まあちょっと引き続きね最強決定戦に向けてオーダー強化の方頑張っていきたいと思います。まあとりあえず福留選手の強心臓はまあ3点ぐらいではありますが、とりあえず最低限はクリアしたかなというところではございました。はい、まあそんなところで今回の動画は来たる最強決定戦に向けた称号チャレンジ大勝負会でございましたが、まあなかなかちょっと狙いの称号は出なかったという形になりましたけれども、まあチーム強化はね間違いなく進んでいるとは思いますので、引き続きね最強決定戦に向けてチーム強化の方頑張ってやっていきたいと思います。今現状これ動画を撮ってるのは土曜日ですが、ちょっと動画いつアップされたのか分かんないんですけど、今現状は9位です。はい、まあ、リーグも徐々に徐々に育成が終わるにつれて上向いてきたかなというふうには思いますので、引き続きねまたリーグの方も頑張っていきたいと思います。というかそうか、今リーグオーダー見て思い出したけど、ジョージマ選手もまあそのままキャッチャーで使うって選択肢もなくはないんですよね。うん、一応170差はありますけど、勝利の下ついてるし、パワー型だしっていう、で阪神枠だしっていう、まあちょっとそこはまだちょっと引き続き考えます。はい、そんな感じで今回の動画以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひぜひですねこれからもプロスペースの動画楽しみでお考えやってほしいよという方は、ぜひとも高評価チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。称号チャレンジちょっとまたね引き続き頑張っていきますので、ぜひぜひ応援していただけたら嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。